スタメンまずは山形です。キーパー藤島、フォーバック右から半田、山崎、熊本、山田拓海、ボランチが藤田と南、右に中原、左に加藤、トップ下山田浩太、ワントップビニシウスです。続いて町田です。キーパー福井、フォーバック奥山、深津、高橋、土井、ボランチが高江と佐野、サイドハーフが吉尾と平戸、そして長谷川とドゥドゥです。若干ボール持たれた感はあるでしょうけど、はい、町田にとっても何回かこうやってボール引っ掛けることが成功してますからね。ドゥドゥがここも行きましたが、降りてきて受けた山田浩太、前を向くスルーパス出てきた、加藤か、加藤折り返し、判断先制山形。わざとちょっと見といて近いサイドを裏取って、で加藤選手はもう速いボールを流し込むというところで、後ろ3枚での回し、山形、半田も降りてきました。藤田から南につけます。今度は高い位置に南、八田、中原、内側、半田、さあニアゾン取るか、半田折り返し、こぼれた、ビニシウス山形。でいいと思いますね、はい、決めたのはビニシウスですけど、ビニシウスが決めた後に半田選手のスパイクを磨いたのは、あのパフォーマンスはもうそういう意味ですよね。斜めに出てきて高江、すぐに囲い込みに行く、町田奪いました、奥山、そしてドゥドゥか、ドゥドゥか、ドゥドゥだ、ゴールから離れた位置に深津、そしてチョンテセ話し合っています。チョンテセか、流れてきたボールですが頭に当たって枠を叩きました。短く始める、戻して遠いサイド、1点返しました町田。ボールサイドに引き出したというか、ラインを上げたところを土井選手がギリギリのところ見ながらね、背中取ってましたね。チョンテセ起点を作った、逆サイド同点、太田、落としどころもいいし、はい、まあ、ここそうですね、平戸選手かなと思ったんですけど、よく中に入ってきてましたね、はい、この時間帯が楽しいところじゃないですか。半田が仕掛けて横パス読んでいました、そして縦チョンテセ、松本が出てくるが、さあ前向き、吉尾出てきた、右平戸、そこに出してきた平戸、折り返し倒れるが、いけー、藤田、吉尾のところですね。あ、藤田選手がもう吉尾選手のこう背中から肩を当てにいったというような、やはり左でした、町田逆転、あそこ届かないですよね、はい、いいコースですね、はい、セカンド拾って安井から逆に持ってきた、前に置いた、左足、4点目平戸。でこの胸でのコントロールも、まあ、もちろんハンダリック選手が届かないところにちょうど置いたっていうところで、しっかりと抑えの効いた逆サイドのシュート。
さあリード2点に広がりました町田。後半だけで4得点です。ここもチョンテセが、チョンテセ決めました。5点目です町田。チョンテセ選手ここしっかりとキーパーの股が開くのを待って流し込んだと。はい、なんか献身的にねチョンテセ選手後半スタートからやってきた、まあ、ご褒美といいますかね、はい、そういったものはやっぱり来ますね。マルティノス動き出し、早く始めてマイナス気味ピリシウスへ、マルティノス来た、突き刺して1点返します山形。これもパスではなくて復活選手のちょっとボールつついたボールが目の前にこぼれてきたので、ただ、まあ、福井選手の手から最初遠いところからですけど若干こう内側にねスイングしているようなボールです。タイムアップです。鮮やかな逆転劇、町田3試合ぶりの勝利です。